アンドリュー・キース・ポール・モートンは、オーストラリアのソフトウェアエンジニア。イギリス生まれで,であり、リナックスカーネル開発を率いるリード開発者の一人として最もよく知られている。彼は現在、X と3ファイルシステムとジャーナリングレイヤー4ブロック、デバイシーズの共同メンテナである。1980年代末頃、シドニーにあるアプリックス1616 16というコンピュータを製造する会社で、 オーストラリアのゲーム製造会社、キーノコンピューターシステムズへの機器納品のため、ハードウェアエンジニアとして勤務していた。彼はまた、オーストラリアのニューサウスウェールズ大学で、電気工学の学位を取得している。彼は、ミリメートルツリーとして知られる、パッチセットのメンテナンスに関わっている。このパッチセットには、リーナ・ストーバルズによりメンテナンスされている、公式のリナックスカーネルツリーに後に取り込まれる、 可能性が高いが、作業途上のパッチが含まれている。カーネル開発における初期フェーズ用テスト基盤にあたる、ミリメートルツリーはもはや、アンドリューの手に負えないほど巨大かつせわしいものとなってしまったため、2008年にリナックスネクストという、ソースツリーがその役割を完全に担うものとして、作成された。2001年、モートンとその家族は、オーストラリアニューサウスウェールズ州ウロンゴンから、 パロアルトへ引っ越した。2003年7月、彼は彼の以前の勤務先、ジ業インクとの合意の下オープンソースデベロップメントラブスに加入した。アズドルは彼がジ業における専任エンジニアとしての待遇、そのままでリナックスカーネル開発に従事できるよう支援した。2006年8月、モートンは Google ググから給料を受け取るようになったものの、 現在の Linux カーネルのメンテナンスの仕事も続けることになった。2004年のオッターリナックスシンポジウムでモートンは基調演説を行った。またマンタビスタソフトウェア S ビジョン2007コンファレンスにおいても特別講演を行っている。2003年から始まった SCOO 対 IBM のユニックス著作権をめぐる法廷闘争では証言台に立っている。 彼の電子メールアドレスや Web ページの URL から彼のユーザー名がアップムであるのはまたよく知られている。ある人物が KP が何を意味するのか尋ねてみたところ彼はこう答えた。ある人はカーネルプログラマーと言うだろうね。私の両親からはキースポールと呼ばれるのだけれどもありがとうございます。